今日はとんでもないゲスト招いてます。こんにちは。もちろん、もちろん、もちろん。なんで、なんで、全然わかんない。おはようございます。もちろん、もちろん、もちろん。お願いします。いいね、いいね。ありがとうございます。いや、ファンやからね。やっぱ宇佐美貴史選手の後はちょっときついな。ちょっと待ってな。はい。ちょ、三品茶取ろう。三品茶。おしっこしてます？三品。おしっこしてました今。いや、三品茶。あ、三品茶か。いや、しかもおしっこみたいな。いやー、沖縄行ってからさ、はい、なんか三品茶めっちゃハマってさ。そう三品茶美味しいっすよね。三品茶うまいよな。でも森さん、そんな、まあ、三可愛いの飲むんすか？沖縄の人やったら当たり前やろ。森さん、沖縄の人やったんすか？俺も聞いてないじゃないで。じゃあちょっともう一回、紹介もう一回やらせてもらっていいですか？沖縄から来た、とんでもないゲストがいます。ジャスティン近所。ジャスティン近所って俺全然絡みない。全くでも。ジャスティン申し訳ないです。どうな YouTube 生活は？あんまり普段と変わらないですね。普段の。何もしてない。普段の生活を乗せてるみたいな感じ？そうっすね。正直。俺ん家来た時もあんな感じでハイテンションやもんな。今度やってみようよ、自粛あげたら。え、森さんの家ですか？そう、子供とかもさ。ああ、いいっすね。子供、はい。うん。ややこしいっすね、ちょっと。ややこしいかな。子供入ったらややこしいかな。あいつら入ったら。やばさで言うとマジで似てますもんね。引き継いでる？引き継いでますわ。ほんまにも大変やで。もう子供のがストレスあるやろな、今。あー、出れなくて。そう。まあ、学校がな、そう、幼稚園もそうやし、はい、上は小学校1年やなったばっかりにさ。はい。そう、まあ、大変やで。パパやってるんですね、森さんも。全然、もう、しばきまくったよ。あかん。疲れん。嫁なんかもうバーチバチ。あかんって、だから。ほんまに使えないんで、ちょっと。いや、使えないもんな。ピー入れるか、どっちか。はい。ピー入れる。もうこれでバレますけどね、これ。昔の屋敷タガジンのさ、はい、あの、放送禁止用語でバーバーって出てたよ。ああ、はい。あんな感じでやっといてよ。あ、じゃあもう森さんの時はピストルの音でやりますわ。バーバーン。めっちゃ似合うんで、その音が。こんなピストル音似合う J リーがいないでしょ。俺より怖い人もっと俺やろ。俺なんか全然怖くないで。この人怖かったな、います。みたいな人。真剣に怖かったなと思うの。はい。今めっちゃ怖いんですけど。考えてる顔がめちゃくちゃ怖いんですけど。いや、怖ないって。怖ない。でもやっぱほんま怖かった。へぇー。あー、うん、そういう怖さか。そういう怖さは、サッカーでの怖さはあったな、やっぱ。すごい。次元がちゃうやなって思った。ほんまに怖い選手って、あんま見たことないけど、まあ、俺の歴代上の選手ってか、先輩方はみんな怖かったよ。なあ。なんか悪さしてもさ、先輩守ってくれたりとかもあったしさ。なあ。悪さってどれレベルの悪さ？いや、悪さ、どうやろうな。ほんまに、やばかった悪さはいっぱいあったよ。いや、我慢しましたね、今。あ、こんなハートウォーミングな人なんだっていうのを今日見て、うん、分かってもらったらいいなっていう感じなんですよ。どんな感じなん、俺。だから世間の人は、殺し屋みたいになる。え、違うんすか？世間
どんな感じだろう。どんな感じやって。それ純金っすか、その胸、あの首にかけてるのは。違う。だからお前今日スーツ着てきて。余計それっぽく見えるから。まあ昔から知ったような剣だもんな。今なんだな、はい、子供の首絞めてました今。子供の首絞めてた今。その角度。違う。あ、よかった。よかった。よかった。うん、縛いて、うん、縛いて寝かした。縛いて寝かした。気絶してんすよ、それ。気絶してるんすよ、それ。怖いイメージじゃないやろ。多分ないと思いますよ。ないやろ。あの、世間の人が思ってるより怖いでっていうことを今日教えたいですね。そうですね。本当に、本当の本当に怖い人にはこんなんできないですもんね。こんな感じで俺は言えないし。そうやな。めちゃくちゃ今ビビってます俺。俺だからめっちゃビビってます。明日の練習めっちゃビビってる。明日終えたけど。明日終えたけど怖いから。俺なんか親父 PL 学園で野球部やったからさ。はい。もうゴリゴリ殴られたで。それできないっす、その話。今の時代やから。あれやけど、俺の時とかもめっちゃ厳しかったで、親父。やばかった、PL やで。PL はやっぱりやばいんすか？やばい、やばいらしい。じゃあ、森さんもマットと一緒ってこと？そうやな、もっとって言おうとしたよ。脱毛サロンみたいな。もうな、今年だったら止めれるようになったわ、もう。もって言ってましたよね。桑田さんでいいのか。あんなめちゃめちゃ優しいやろ。あの人は違いますよね。なんか他の PL ちょっとちゃうやん。ね。言うたらもう清原とかさ。ああ。あっちの系統やもんな、俺のやつとか。それは本物っすね、じゃあ。本物というか。正統派というか、逆に。そう、武闘派やったな。怖かったのに。森島会ですか。森島一家やったな俺もさ、もうちょっと健太にちょっとお願いしたいんやけどさ、はい、ちょっと俺も足で稼ぐのちょっともう限界なんかなって思っていてさ、はい、ちょっと今 YouTuber とか大物 YouTuber とかさ、なんか宝くじ買ったりとかしてるやん、はい、ちょっとロット6とか何番とかちょっとやってみたいな、そっちでちょっともう頑張っていこうかなと思ってるけど、どうかな。あ、もう、サッカーではやっぱちょっと、その、限界見えてきたから、やな、運に頼るというか。限界見えてきたな、要は。あ、でも、あり、はい、ありやと思います。いい、あり、ちょっと、まあ、近日公開って感じで。はい。そう。ちゃんとね、あの、何の日に行くんでしたっけ？対案の日に結構気にしますもんね、その対案とか、ともびきとかみたいな。そう、車とか買うとかさ、はい、大きい買い物するとかは絶対な、その対案とかにするかな。はいはいはい。ちょっといいかな。あ、もう全然付き合いますっていうか、はい、行かせていただきます。いいの？はい、なんでしばかないでください。うん。迎えに来いよ、お前。怖い。いやいや、そんな、来いよとかさ。はい。人の100倍に聞こえるんかな。そうっすね。鼓膜破れそうっすよ。そっちキーンってなりますよ。キーンって。いやもう、地域リーグとかさ、もう、経験してきたから、はい、楽しかったけどな、めっちゃ。そうなんですよね。そういうのも森さん、聞きたいなって思って。結構全、ほとんどの。ジュビロ組だ。ん？いや、もう全部のカテゴリー。あ、すいません。何？いや、なんもないです。すいません。もう全部。JFL だけ行ってない。あ、そうなんすか？そう、JFL に上げてから、その、また、栃木の関東リーグって地域のとこ行ったら。ああ。そう。多分みんななんで2年間、
J リーグに戻れんかったっていうのは、はい、分かってないと思うんだけど、やっぱ、あの事件がやっぱ俺は引き継いでんのかなって思って。あの事件僕とでさ、マジっぽい空気流れてたな今の。冗談っぽく言ってたけど多分マジやな今の。三ピン三ピンちゃいるから。ね。健太とかいつも何飲んでる？あ、飲み物っすか。うん、水。はい。水だけ？はい。なんでやねん。なんで今そうなんね。今どっちかなと思って、はい。あ、まあまあでも。どっちかな。どっち。ケンタとかでも俺ほんまに意識高いなと思うけどな。うん。まあでも普段飲まないですね。オフ前とかじゃないと。ああ。水を。はい。意識高いよな。いやもうすぐ怪我しちゃうんで、ちょっとやんちゃしたら。ああ、そうやな、言ってたな。はい、な去年も開幕戦やっちゃったもんな。はい。ハムな。そうなんですよ。なあ。まあでも、スピード系ってほんまな。もうでもスピードないっす。すごいなと思う。スピードないっす。あるて。マジっすか。うん。今の言われ方ちょっと元気出ますね、今の言われ方。ほんまに？はい。いや、あるって。もう一回いいですか？全然。もう一回もらっていいですか？お前スピードあるって。いや、もち、違いましたね。さっき、もっとなんか、あるてみたいな。あるーてあるーてみたいな感じです。あるーてあるーて何やったっけ買い物半分、なんちゃらなでやんな。はい。ビッグ、ビッグ、ビッグでー、みたいな。それで、あ、これ、ビッグとデカでコラボできんかな、はい、あー、でもできそう。何をできるの今じゃ、危な、危ねー、今。危ねーとかじゃなくて。家近いし、今から行こうか。いや、あ、はい。大丈夫で、はい、大丈夫です。なんだよね。え、本当にもう三品茶だけなんですか、今日は。今日ほんと三品茶だけにしようかなと思ってます。いやー、さすがっすね。もう鏡っすね、やっぱり。いやいや、ほんね、嘘ですよ。矢田さんじゃないっすね、やっぱ鏡は。うん。うわ、嘘です、嘘です。飲みます。そうやな、あと、あと何やったっけ、あれやったやん。なんか、ぬいぐるみとさ、メガネかけたおっちゃんがさ、図工とかなんか切ったりとかすると。あー、ワクワクさん。ワクワクさんおったやな。あ、違うわ。え？その、のっぽさん？のっぽさん、おったな。のっぽさんの後がワクワクさん。俺だってもう、生まれた時から人気も見せられたからさ。どんな家やね。森島行っか。え、あれ見た？イテモンクラス見た？あ、見てます。今見てます。今見てる？はい、もう全部終わったよ。タスとも、愛の不時着も。どっちが良かったですか？全部見て。いやー。イテモンクラスの方は、まあそんな、なんかちょっとなぁ。おもろかったよ。あ、おもろかったっすか？いやいや、全然。いや、マジ、どっちも100点。へぇー。またなんか違うな。あっち、ちょっとダブったんじゃないですか？自分と森さん。イテワンの方。パクセロイと？パクセロイ、はい。自分とちょっとダブったんじゃないですか？あ、じゃあ、パクセロイのあの、もう一人のめちゃめちゃ殴るやつおるやん。あ、恋がたきっていうか。兄貴。そう、はい、はい。兄貴って言ってる。はい。あれと一緒やな。あっち側やったんすか？けどやっぱ一番はご飯行こうよ。まあ、そうっすね。いや、ご飯行こうよはマジで、まあ、本当に面白かった。いい気分にしかならないっすよね、あれ。あれはね、まあ、クレヨンさんは最高やった。今、なんすか？愛人に LINE 送ってるんすか、それ。いや違う、今なんかメール見てる。めっちゃ普通の方。
ねえな、なんかね、じゃあね、あとな。怖い柄やな。純正カーテン怖い柄やな。はい。いや、カーテンの柄怖いなと思って。いや、お前何回も来たことないんだよ。なんか純正のやつがあんねんけど、はい、それ4万ぐらいするねんやん。高っ。無理やん。いやいや、いけるんじゃないですか、森さん。いや無理やって、親父買うしかないって。どういう、それってどういう、親父狩りに。親父狩りで、おじちゃんに4万ちょうだいって言いに行くしかないやん。あ、パパってことですかね。そうそう、森さん、今はそのことパパって言うんですよ、森さん。あ、パパ活ってこと、パパ活しようかな、はい、その、狩るとか言うんやめてくださいね。一本だったら6億なんだろうか。6億はちょっと現実見ないかな。1億ですか。うん、300万残して、うん、あと全部投資っすね。ああ、その300万の内訳は何なん？生活費だけっす。もうあの、年間の生活費だけ。1年の？はい。でも。だって水だってオールマイスのしか飲まんないろ？はい。ああ、そう、やっぱ勉強してんもんなんけんだな。ちょっと待って、あの、水を踏まえて、もう、逆なってないっすか？水、はい、あ、そっか。俺と逆やな。俺と逆やな、じゃない。俺オフの時だけしか水飲まへんから。確かに確かに確かにっていうか、確かに。3ピンチャっすよね。3ピンチャ。そっか、9700万は投資いくんや。はい。あ、もう一気には買わないですけど。もう、まあ、振り分けて。はい、そっち、もう、はい。テレビもこんなでかくてよかったんかなって思った時代もあったもん。ほんまに。何インチっすか、森さんち、テレビ。100？ 俺これでも、100はないって。10年がないかな、もう。エアポッツの。耳っすか。あ、イラつくわ。あ、すいません。すいません。死んできます。ちょっと一回死んできます。すいません。死んできます。やめて。一回死んできます。やめて。一回、じゃあ、あの、フライパンにオリーブオイル、なみなみ入れて、入れてみて。あ、わかりました。いつもみたいにやったらいいんすね、森さん。いつもみたいにやったらいいんすね。やめとけって、やめとけ。あの、フライパンなしでガス思いっきりやってみた。ガスで炊いてみて。やばいって、ガチャ、やばい。もう暑いんすけど。マジ？はい、もう暑いっす。これでいいっすか、森さん。あ、他人いいな。勘弁してください、勘弁してください。最近なんか見ました、映画。まあ、肉食、肉を食べて筋肉つくのか、草食？あ、菜食？はい。で、肉つくんかったら、なんか菜食の方がいいとかさ、なんかそういうのとか、キャンプ中見てたぐらいかな。結構面白くてさ。それ、ドキュメンタリーみたいな感じですか？そう、ドキュメンタリーやな。へー。俺結構ドキュメンタリーとか好きやな。あ、人気者の。そうやな。怖い怖い怖い。鬼滅の刃とかそのアニメがな、やっぱ苦手で、なんからしくない、なんか俺に合ってないかな。いや、そんなことないっすよ。あ、鬼とかめっちゃ出てる。バキとかめっちゃ出てる。バキバキ。あ、バキとかも森さんめっちゃ似合ってますよ。嘘やん。もうその、いや無理やって。カーテンの柄とか。いや、めっちゃいい柄やろ。背中に入ってそう。けど、意外に見てるよ。ペーパーハウスと、
アウトレイジ。アウトレイジでしたっけ、はい、うん、見ますね。いや、見てない、見てない。アウトレイジ。出てる。出てない、出てない。あ、出てない。無理やで。どうなんやろうな。いや、わからん。パチパチっていう音怖いですね、なんか。いや、エアポッツ、エアポッツ。あ、エアポッツの音か。嫁が起きてきた。あ。こんにちは。お久しぶりっす。いや、エアポッツしてるから聞こえへんよ。エアポッツ。お尻触ってみようかな。お尻勝手にしてください。一回ちょっとじゃあ真面目なテーマ言ってみます。うん。どうやったらそんなシュート上手くなるんですか？いやいや、上手くないって。ノリでしかシュート入れられへん人と、ゆっくりしてもシュート、うん、なんていうよ、もう蹴るとこよくてっていうか、こうゆっくりしても決めれる人ちょっと違うと思うんですよ。わあ。それこの間那須さんと話してて、あの那須那須川さん、はい。誰と？那須川さんっす。あの那須さんと、はい。絶対言わないシリーズな。絶対言わないシリーズ。那須さんにやったらめっちゃ面白いじゃん。那須さんが絶対に言わないシリーズの。シリーズ、YouTube でやったら面白そうね。じゃあさ、家族行こうよ。どうだろうな。じゃあおもろに。那須さんが絶対言わないシリーズなんでね。はい、なあ、それ見たい俺は。でもやっぱ地域リーグ行ったのでかかったかもしれん。え、シュート精度上がったってことですか？その地域に。上がったなぁ。へぇ、うん、なんか、ジュビロの時、なんか、大久保嘉人と川崎フロンターレの時に、また一緒にチームになってさ。はい。言うたら、嘉人さんは、言うたら結構試合を意識して、あんま守るんよ。はい。わかる？けど、俺はなんか、まあ、よう嘉人さんに言われてんけど、はい、まあ、なんか逆をつくようなシュートしかしてないっていうか、シュート練習のシュート練習しかしてないって言われたよ。はい。で、まあ、現にその時俺点も取ってなかったし、全然。うん、なんか変な自信があるんだ、変、なんかまだ、地域リーグ行く前やったからさ、なんか変なプライドもあったんやと思うし。うん、けどなんかそれが合致したのが、やっぱフロンターレで風間さんとやって、はい、で、まあフロンターレ時代が結構でかかったんかもしれんけどな。あ、うん。なんか逆をつくとか、相手の裏をつくっていうのをすごくテーマにやってたからさ。ずっと勢いだけでやってた人間がいきなりそこに入り込んで、で、入り、で、全然できなくて、はい、で、ジュビロ2年間過ぎて、はい、で、まあ、ダメで、地域リーグ行って、はい、自分の中で何が一番大事なんやろって、やっぱゴールやったから、あの時。映像も流れへんやん。はい、地域リーグやったら、その、結果しか残らんやん。はい、だから、得点数やなぁと思って、なんか、やっぱ、19点取ってんけど、はい、リーグ戦で。今日なんか、いろんなことがチャレンジできて、はい、で、まあ、栃木にも行けて、はい、で、17点取って、はい、栃木の時のポーンがでかかったんかな。でもなんか、だからやっぱ点決めたら、うん、そうなってくるよ。あ、なんか自信が出てくるんかな。はいはい、森さん。今の感覚で1年目戻ったらどうなるんやろうと思うね。森さん。ん？今んとこ全カットっす。うっしゃ。そういうこだわりとかないと、やっぱフォワードの人生き残っていけないと思いますよ。うん、絶対フォワードっていう。俺はもうすぐ折れたっていうか、なんか、あ、そっちの方が得やなみたいな風に思っちゃったんですよ。まあでもその、なあ、俺は健太とフォワードやってたけど、タイプがちゃうもんな、まだな。そうですね。まあ確かに、それは絶対あるっすね。全然すごくないっすよ、もう。絶対俺フォワードが一番難しいと思ってますもん。マジで？サッカーの中で。ガンバのゴリゴリでやっててさ。ゴリゴリでやってないっす。コリコリっす。やってたな。コリコリ、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 コリコリ。コリ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 して
ごめんなさい。俺そんな、めっちゃおもろいことやる？いや、言ってますよ。面白いこと言ってますよ。俺、だって、ブチとかと話してても、ワードとか言うタイミングとか。でもそれ、サッカーの練習でじゃん。あ、まあだから練習授業が結構スーっていうか、いろいろ出るじゃないですか。うん、ああいう、緊迫してる時とか。あの時に、回転早いこと言える人すごいな、みたいな。で今常に考えてるからな、やっぱ。いや、集中してください。要は俺も試合中、サッカー中は結構一人で喋ったりとかするやん。はい。いや、それちゃうとかさ。それがあんま良くないねんな、俺、自分で。いや、なんでって言ってますもんね。また お願いします。あれパクセロイみたいな動きしてますね。似合うか。やばいわ。かわいい。これやばいね、これ。めっちゃかわいいじゃないですか。ちょっと、息子に似てないですか？似てないよ。すいません。じゃあ最後、那須さんが絶対言わんシリーズで、俺行こう。はい。いや、やめとくわ。めっちゃおもろい。そう、絶対思い浮かんでたでしょ、今。浮かんでないけど、ちょっとまあ、やめましょう。やったらあかんなと思って。そうそう、まあでもこのくだりはちょっと面白いかなと思って。めっちゃおもろいわ、ほんまに。